乙女姉さん、首が締まっちょる。ごめんごめん。おまもりっこいちのお姉さんやき。ルーナ、今なんか言うたか。あれ、さっきの女の人は私幻でも見たんやろか。さあ姉さん、はよ、僕もう泣かないから。日本一の剣士になって大きな仕事を絶対するからね。あんた、もう大きいなってな、伏見通ったら必ず寺田屋寄るんやで。待ってるで。お登勢はこの後の龍馬の波乱の運命を知っていたのです。19年後の誕生日に大宮で暗殺されることを。